めてもなお突き進む大志がここにあった。ネバーエンド。数年前まではその名を知る者はほとんどいなかった。所属チームを J2 から J1 に押し上げ、2006年遅咲きながら日本代表にも選ばれた中村憲剛、27歳。なんか特別なことしたわけじゃないし、普段の練習一生懸命やって試合に出て、それを修正してまた練習して、だからずっとサッカーやってる、自分の好きなサッカーやってるっていう、ただそれだけなんですけど、そんな気張ってもね良くないし、やっぱり平常心というか空回りするのも良くない。全く無名だった選手が世界の舞台まで駆け上がった、その裏にあったものとは。新しいパチンコへ、マルハンがお送りします。意外にも中村の J リーグ入りはテスト生としての入団だった。それまで全然そんなパッとした選手でもなかったし、だからスカウトも来なかったし、なのでまあ必然的に自分から売り込んで行くしかなくて、それでお願いしたっていう流れになるんですけど、でもサッカーしかないと思ってたし、まあ、J リーグ入れなくても、まあ、他のレベルのところでやりたいと思って、とにかくサッカーは続けていきたいなというふうに思ってたんで、まあ、その普通に就職するっていうこともまず考えてなくて、まあ、だから必然っちゃ必然なんですけど。当時 J2 へ降格していたチームは中村の参加から2年、悲願の J1 への返り咲きを果たした。日本代表になった今でもフロンターレでプレーすることにこだわっている。クラブがあっての代表なんで、まあ、そこの順番を間違えたくないなっていうのがまずあって、もちろん代表に選ばれれば代表のために 100% 以上の力を出したいとは常に思ってますけど、中村が大舞台でも平常心でいられるのはその性格にもあった。昔から割と楽天的なところがあるんで、まあ、その反省するところはもちろん反省しますけど、必要以上にこう落ち込むこともないし、前を向いていかないと意味ないと思いながら人生生きてきましたけど、ね、はい。新しいパチンコへ、マルハンがお送りしました。ゼロからスタートした中村を支え続けてきたのは最愛の妻だった。やっぱとにかくポジティブなんですよね。試合に負けたりした時とかも、あそこがどうでこう悪いとかそういうこと言うんじゃなくて、そこが悪いんだったら次直せばいいじゃんっていうか、また次あるんだからっていう、こっちが落ちないようなことを言うんで、あ、じゃあ頑張んなきゃいけないなっていうふうに、まあ、彼女なしでは今の自分ではないっていうか、本当それぐらい大きな存在ですけど。